JR 阿蘇駅前にある阿蘇田園空間博物館のサテライト委員会が主催するサテライト代表者意見交換会が行われました。当日は阿蘇田園空間博物館総合案内所に集合した後、田子山へ出発し、田子山の散策をしました。午後からは田園空間博物館へ戻り、平成19年度の阿蘇づくり大賞の表彰式と意見交換会が行われました。阿蘇づくり大賞は今年1年間サテライトの情報発信などを率先して行い、阿蘇づくりに貢献したところへ贈られるもので、大賞には阿蘇市織戸の田子山、優秀賞に阿蘇市車帰りの二重の峠の石畳と阿蘇市元黒川の善能寺が受賞しました。意見交換会ではサテライトの代表者からこの1年間の活動報告やさまざまな意見が出され、今後の阿蘇地域の方々と県内外からの来訪者との交流をより一層深めるための良い意見交換の場となりました。